空の霊柩車は BBC が2014年に制作したドラマシャーロックのシーズン3エピソード1である。原案は空き家の冒険ザ・アドベンチャー・オブ・ザ・エンプティー・ハウスである。またゲーティスによればドイル自身によるホームズシリーズの外転消えた臨時列車もプロットの一部に使われている。シャーロックの自殺から2年が経ち法廷ではシャーロックの潔白が証明される。 親友の死に傷つき、221バイトを離れたジョンは、メアリーという人生の伴侶を見つけていた。一方のシャーロックは、マイクロフトにセルビアでの潜入任務を終わらせるよう求められる。ロンドンの地下組織による大規模なテロ計画を食い止めるため、シャーロックは帰国する。2年ぶりに、ベイカー街を訪れ、ハドスン夫人に結婚の報告をしたジョンは、 メアリーにプロポーズしようと、レストランに訪れる。ところがプロポーズの直前に、彼を驚かせようとしたシャーロックによる邪魔が入ってしまう。シャーロックの生還への驚きと、生存を一言も知らせなかった怒りから、ジョンはシャーロックを殴り倒す。シャーロックの自殺後、警察を退職していたアンダーソンは、空の霊柩車というグループで、シャーロックの生存説を検証し続けている。 グループの会合中にシャーロックの帰還が正式発表される。ジョンと和解できないシャーロックはモリーを新しい相棒に据える。二人は地下鉄の監視カメラをチェックしているシルコットから消えた乗客の謎を依頼される。終電に乗り込んだ客が次の駅では車内から消えていたのだった。シャーロックはその乗客が貴族院議員のモラン教であると気づく。同じ頃、 シャーロックと和解しようと221バイトを訪れた、ジョンは玄関先で誘拐されてしまう。ガイホークスデーの外人形に詰められ、火をつけられるが、メアリーがスキップコードに気づき、寸でのところで助け出される。ジョンが襲われた翌朝、シャーロックはモラン橋の乗り込んだ地下鉄が次の駅に着く際に一車両を切り離していることに気づく。スマトラ通りと、 国会議事堂の真下に開業せず使われていない廃液があることが分かり、シャーロックとジョンはモランの狙いがテロ対策法案の可決阻止だと推理する。廃液に向かった二人は線路をたどり爆弾が仕掛けられた車両を見つける。モラン卿はホテルから遠隔操作で次元爆弾のスイッチを入れるが、シャーロックが爆弾本体のスイッチを切り、長方部が モラン教を確保したため、国会議事堂の爆破テロ計画が頓挫する。シャーロックは、後日、アンダーソンに偽装自殺のからくりを教え、切り裂き、ジャックを模した、白骨遺体の一件が彼の仕業だと見破る。一方のアンダーソンは、計画の無謀さや、偽装自殺前のシャーロックの態度から嘘ではないかと、カングルが、すでにシャーロックは立ち去っている。カットが変わり、 外人形中のジョンを救出する、シャーロックとメアリーの映像を見る、メガネの男が映る。原案は、空き家の冒険ザ・アドベンチャー・オブ・ザ・エンプティー・ハウスである。現代のザ・エンプティー・ハウスは、原案、空き家の冒険のタイトルザ・エンプティー・ハウスとよく似た音になっている。これは、アンダーソンのシャーロック生存検証会の名称になっている。ジョンは、シャーロックの死を経て、 人生の伴侶、メアリーに出会う。一方、ワトスンは、大空白時代前の、四つの署名後にメアリーと結婚し、大空白時代中に妻を亡くしたことが示唆されている。また二年の間にジョンは髭を生やすようになったが、原点で初めて、ワトスンの髭に言及されるのは、第三短編集、期間初集の、犯人は二人である。潜入任務から戻ったシャーロックに、マイクロフトは、 ハチみたいに飛び回っていたかと尋ねる。ホームズは最後の挨拶などで探偵業の引退後サセックスに今日構え、趣味の養蜂に取り組んでいったとされている。モリアアーティの組織の壊滅において鍵を握っていたモーパーシャス男爵はライゲートの王子主で語られざる事件として名前が上がる。また、シャーロックの言う ロンドンは巨大な吐き溜めだとの言葉は、ヒーローの研究冒頭で、ワトスンが述べるものである。ハドスン夫人は、シャーロックの自殺から2年間、彼の荷物に手をつけられなかったと語るが、原点、空き家の冒険では、マイクロフトの手配で、221バイトが、大空白時代中も保存されていたと語られる。ジョンと再会するシャーロックは、球児を装ってフランス語なまりで話しかける。 フランシスカー・ファックス美名の失踪ではホームズがフランス人労働者に変装しているほか、ギリシャ語通訳ではホームズの祖母がフランス人だとされている。偽装自殺の方法をジョンに説明する中で、シャーロックは日本の柔術に言及する。キ屋の冒険ではホームズがライヘンバッハの滝では日本の武術である馬律によって助かったと述べる。 221バイトに戻ったシャーロックは、ハドスン夫人を彼女が叫ぶほど驚かせるが、空き家の冒険で帰還した、ホームズも、ハドスン夫人がヒステリーを起こすほど驚かせている。またこのシーンで、扉を開ける前に、シャーロックのシルエットが窓に映るが、空き家の冒険では、ホームズのシルエットが、事件の鍵となる。モファットはシーズン3の、キーワードとして、ネズミ、結婚式。 誓いの三つを挙げていた。本作では、そのうち、ネズミが使用されている。テロの指標として監視する人物を、シャーロックは、沈む船から逃げ出すネズミに例える。また、爆弾が仕掛けられた、廃液は、スマトラ通りの真下にある。これは、ライゲートの大地主で言及される、語られざる事件の一つ、スマトラの大ネズミ事件から取られたものである。 シャーロックは、間違いな広告も指標になると語るが、原点のホームズは、覆面の下宿人などで、新聞広告をくまなく読んでいたとされている。続いて、マイクロフトとシャーロックは、依頼人の帽子をもとに推理ゲームを始める。一方のホームズは、青い工業区で、収得物の帽子から持ち主について、推理を行っている。この推理では、ホームズが、 帽子に老じみが5つあると指摘するが、本作での帽子の補修回数も、また誤回である。マイクロフトとの推理合戦自体は、ギリシャ語通訳冒頭にあるシーンである。さらに、帽子を男物だと推理した、マイクロフトは、確率の問題だよと述べるが、これは4つの署名からの引用である。さらに彼の言う、初歩だよとのセリフは、 背中の曲がった男でホームズが口にするものである。モリーを相棒に据えたシャーロックへ持ち込まれる依頼には、ハウ男、花婿失踪事件の筋書きが使われている。ジョンの診療所へやってくる筋子らしの家庭医はバーナー医師だが、この名前はノーウッドの建築業者でワトスンの委員を購入したホームズの親戚医師のものである。患者の筋子らしはチャー違いで、 雑誌や DVD の店を営んでおり、ポルノ作品数枚をジョンに持ってくる。このタイトル、樹木崇拝、英国の鳥類、神聖戦争などは、ホームズが、空き家の冒険でワトスンと再会する際、チャーチ街の書店の老人に化けて持ってきた本と同じである。原点に目配せしてか、その後ジョンは、筋子らしが、シャーロックの変装ではないか疑ってかかっている。 メアリーに届くスキップコードには、ジョン・ワトソンか、ジェームズ・ワトソンかとの文があるが、これは、原点の、唇のねじれた男でメアリーがワトソンをなぜか、ジェームズと呼んでいたことから取られている。またこのスキップコード自体は、グロリア・スコット号で使われている。モラン教の乗った車両が廃駅で切り離される筋書きは、ドイルの短編、消えた、臨時列車と共通しており、ゲーティスも、 このことを認めている。この作品では、ポイント出る死者を空き線に引き込むトリックが使われており、またホームズらしき人物が登場することから、ホームズシリーズの外転として扱われている。シャーロックの言う、他の要素を消して残るのは真実だというセリフは、ホームズシリーズで幾度となく使われてきたホームズの名言だが、この外転中でも同じように使われている。 国会議事堂の爆破テロ実行犯、モラン教の名前は、空き家の冒険の犯人で、モリアーティ教授の右腕だった、セバスチャン・モラン大佐から取られている。二221バイトストリート、マーガレット・ブリッジ・ストリート、パーラメント国会議事堂、ペルメル街、地図一各通りと、国会議事堂の位置スマトラ通り二221バイト国会議事堂、地図二スマトラ通りと、国会議事堂、 221バイトの一廃駅や、側線を探すシャーロックは、セントマーガレット街、ブリッジ街、スマトラ通り、パーラメント街を挙げる。このうち、スマトラ通りを除いた3つの通りは、いずれも国会議事堂である、ウェストミンスター宮殿にほど近い場所に位置している。一方のスマトラ通りは、西ハムステッドに位置し、国会議事堂とは全く別の場所である。なお、 スマトラ通り下の廃液は、あくまで架空の存在であり、語られざる事件である、スマトラの大ネズミを生かすための意図的な脚本だと、考えられる。地図中には、以下を示した。ベーカー街221部フッケル、マップペルメル街、グーグルマップセントマーガレット街、グーグルマップブリッジ街、グーグルマップパーラメント街、グーグルマップウェストミンスター宮殿、グーグル。 マップベーカー街221バイトスマトラ通り、Google マップウェストミンスター宮殿前シリーズ最終話、ライヘンバッハヒーローでシャーロックが偽装を自殺してからその方法についてファンの間では議論が巻き起こり検証動画を投稿するファンまで現れた。東話の DVD 特典映像ザホールにはセロックに訪れたファンの推論がいくつか収録されている。 そうしたファンの推論は一部が作品に取り入られている。脚本のモファット・ケイティスは前作ライヘンバッハ・ヒーローでのシャーロックの行動にヒントがいくつも隠されていたと明かしている。シャーロックの使った方法については本物からダミーまで数種類のプロットで撮影が行われた。あまりにたくさんの方法が撮影されたためマスコミですらどれが本当かわからなかったようだと スーバー中が語っている。シーズン3のプロモーションとして、BBC とハーツウッドフィルムズは、一台の霊柩車を用意した。放送日を告知するように、シャーロック010114、BBC1 と花が飾られた霊柩車は、2013年11月29日に、ロンドン中を走り番組宣伝を行った。また、11月23日に放送された。 ドクター風50周年スペシャルドクターの日にてティーザー予告とハッシュタグシャーロックライブスが公開されている。劇中、シャーロックの生存が速報された際にシャーロックは生きていたとするハッシュタグがトレンド入りした描写がある。これはもともと空き家の冒険発表時に読者が熱狂したことに由来するがこの現象はドラマ放送時にも実際に起こった。 マーク・ゲイティスが元日の放送を告知したツイートは6000回以上もリツイートされ、放送中にもハッシュタグシャーラクライブスをつけたツイートが9万8000件以上も投稿された。一方で、脚本では偽装自殺の方法が煙に巻かれており、劇中のアンダーソンや脚本人の言う通り、シャーロックの答える方法が本当に使われたかどうかは確証がない。なお、 方法の説明シーンではできるだけ実際の映像を使い CG は最小限にしたと語られている。冒頭、アンダーソンの推理するシャーロックの偽装自殺計画には実際のメンタリストダレン・ブラウンが本人役で登場している。ジョンがメアリーにプロポーズしようと予約するレストランダフォディルは映画館を改装してレストランにした店である。 このレストランの外観には実際にメリルボーン通りに面するランドマークホテルロンドンが使われている。メリルボーン通りはシャーロックとジョンの下宿があるベイカー街にほど近い場所に位置する。本作で初登場するメアリー・モースタン役のアマンダアビントンはジョン役のマーティン・フリーマンにとって実際のパートナーでもあった。また、シャーロック・マイクロフトの両親として登場するティモシー・カールトン。 ワンダ・ベンサムはシャーロック役のベネディクト・カンバーバッチにとって実の両親である。マイクロフトの言う注意を。マイクロフトとシャーロックが狂じているゲームはチェストオペレーションゲームである。推理ゲーム中にマイクロフトは帽子をアルパカモーでアンデスさんの注意を、シャーロックはアイスランド産のウールだと推理する。劇中切り先、ジャックを模した事件は発生するが、この事件は ホームズシリーズ連載中の1888年に起きており、ホームズと切り裂きジャックの対決自体は何度も題材にされてきた。一方で、原作のドイル自身が、この題材について扱ったことはない。ジョンは、ガイホークスナイトの害人形中でも癒されかける。11月5日に行われる、この行事は、ジェームズ一世らを殺そうと、ガイホークスらが計画した。 火薬陰謀事件に基づく祭りである。モラン教が国会議事堂の真下に爆弾を仕掛ける筋書きはこの事件に由来する。またジョンが詰め込まれた外人形はセント・ジェームズ小協会に設置された設定である。字幕では英語のセント・ジェームズがイエスの死とヤコブを指すことから聖書ヤコブ教会とされている。モラン教が爆弾の遠隔操作費として入力する。 0 5 1113は英国式の日付で2013年11月5日を指しエピソードの年代設定がこの前後だとわかるスマトラ通りの廃駅は廃駅になっていたオールドウィッチ駅を使って撮影された実際の地下鉄車両が使えなかったため撮影にはジュビリー線の車両レプリカが用いられている本作でアンダーソンのファーストネームが フィリップだと初めて明かされる。シャーロックの偽装自殺につけられたコードネームラザロはイエス・キリストによって蘇生したラザロを指すものである。マイクロフトが両親を連れて行くミュージカルはレ・ミゼラブルである。実際にマイクロフトがヘキエキしてシャーロックに電話をかけてくるシーンでは後ろで民衆の歌が歌われている。ラストでシャーロックがジョンに言う僕は不死身だ。 から生還したとのセリフは、ゲーティス・モファットによれば、ジョン・レビル主演のホームズ映画、エース・タディ・インテラーからの引用である。シーズン3最終話、最後の誓いのメイキングで、メアリー役のアビントンは、本作と自作、3の兆候では、最後の誓いでの展開を知らずに演じていたと、語っている。そのため、最終話での展開に、自宅で一緒に読み合わせをしていた。 フリーマンともども驚いたという、ありがとうございます。